アラビドット TV 風の旅サンバー、はい、ということですね、この前の前回の、うん、先週の前編に引き続きですね、芸術村の歩き方ですね、芸術村の歩き方の後編を行ってみたいと思います。ちょっと今なんか一人いなくて一人いるみたいなことになってますけども、うん、まずは行ってみよう、はい、ということで、来ました、はい、次俺だ、お、お、はい、じゃあ行きましょう、来るぞ、2巡目です、絶対来るぞ、はい、それではわらび劇場にレッツゴー、早いな、おい、ダッシュダッシュ、バッキャに当たらなかったから、近いね、近いよ、近いね、近いね、近いよ、すぐすぐすぐものの1分だよ、うん、ということで、後ろ、わらび劇場でーす、でかい、ついこの前まで、タメコさんやってましたね、はい、1月3日まで、うん、僕も出てたの覚えてるかな、覚えてる覚えてる、20日間出てたよ、あれやっちゃったらあれやっちゃったら、何やっちゃったら、タメコさん、違うよ、違うよ、そして4月16日からは新作ハールラン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 ここ、わらび劇場、はい、地域と密着してずっとやっております、はい、ありがとうございます、ね、劇場ができて40数年お、こうやってピンピンと生きておりますさあ、ハルランランということでロンロン、さあ、次行ってみよう、はい、はい、よし、続きましてははい、はい、お願いしますよ、バッキャー、よっしゃ、あもう最後の最後の食べ物、おい、最後の食レポ、はい、ではバッキャーに行こう、ということで、お食事処バッキャにやってきました。バッキャの今のおすすめを紹介したいと思います。こちらにドーンとチラシを、お借りしまして、今はこのトンプロセットっていうのがお得になってまして、このお食事とそれから温泉ヒップホップの入浴、それから大広間普段有料なんですが、こちらが無料ということで、1620円でご利用できますので、こちらの方を紹介したいと思います。このお食事はですね、今から運んでいただくんですけれども、3つの種類から選んでいただいて、コーヒー付きで大変お得なセットとなってます。あ、言っちゃいますかね、炙り豚丼、豚味噌かやき定食と、最後がミニ豚丼とうどんセットということで、この3種類から選べますので、早速私いただいちゃいたいと思います。まずは何ですか、まずはですね、こちら炙り豚丼でーす、じゃあ、いい匂いですね、もうお腹ペコペコなのでいただきます。あくよ、もう、いいお味でね。いいお味でね。なんか間違ってるのか。おいしい。おいしい。味もしっかり濃いし、濃くて、おいしい。炙ってる感じですか。炙ってる感じ。言ったこと全部言ってるだけで。甘辛です。おいしい。次行こうか。続いてはですね、豚味噌かやき定食、はい、いきますね、バカ、うわー、美味しそう、お味噌のいい匂いですね、じゃあいただきたいと思います、いただきます、はい、食べてください、はい、あ、すごいいい匂い、あ、いい匂い、ちょっとちょっと、うん、美味しい、ちょっとね、微妙にね、ピリ辛ピリ辛ですね、これもちょっと、うん、いいね、い
味噌も濃すぎてなく程よい味付けでいいと思います。かやきってどういう意味ですか？かやきというのはもともと貝をね、鍋代わりにして食べてたみたいなんですよ。味噌貝焼き、味噌貝焼き、味噌貝焼き、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 貝焼きってなったわけですね。 お勉強になりましたね。機嫌悪いのか、熱い。はい、それでは最後にですね、ミニ豚丼と必ず一発うどんのセットです。うどんはね、冷たいのと温かいので選べて、今日は温かいのを、選びました。いただきます。そう、うん、いい腰で。私ね、秋田に来てびっくりしたのが、おつゆが濃いんですよ、うん、見えますか？関西のだしはね、透明なんです。このね、関西の方ね、ここ来たらびっくりすると思いますけどもね、このね、醤油味が結構やみつきになってきました、私。このミニ豚丼いただきます。あのね、うん、肉厚。肉厚。おいしい。出た。大盛りで美味しさを表現するタイプだからね。全部にお食事にコーヒーつきますから。コーヒーもいただきたいと思います。飲んでいいんですか？飲んでいいですよ。はい。美味しい。ぜひ皆様、このトンプロセットをご利用になってください。いい温泉に浸かってですね、肌もツルツルになって、お腹いっぱい食べて、帰っていってください。ありがとうございました。はい、お腹いっぱい、こんだけ食えばね、こんだけ食えばお腹いっぱいだろ。はい、行きましょう。よし、はい、これです。これです。はい、はい、よし、これだ。はい、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 なぜか、はい、なぜでしょう。冬の期間は土日しか空いておりません。どしゃどしゃどしゃ。春からは平日もやっておりますので、はい、はい、全て手作りの家具や工芸品がたくさん、工芸やキーホルダー作りなどもできるよ。棒読みか。まんま読んだ。じゃあどうしましょう、もう次行きましょう。次行きましょう。行ってみましょう。よし、民族芸術研究所、行ってみよう。本屋さん。着きました。じゃあ行きましょう。研究所という研究所、はい、もうね、字の通りなんですけども、日本の民謡の資料を集めたり、保存したり研究したりするところなんですよね。あの、見学もできる。できる。ありがとうございます。はい、たくさんの本だったりとか、私たちの舞台の、ね、あの映像だったりとか、各地の民謡、ね、のデータがこの中にぎっしり収まってます。そしてそれらを自由に見ることができるんですよね。ね、はい、自由ではない。自由ではない。ちゃんとね、申し込んで、はい、見ることができます。で、あとはいろんな講演会なんかも主催して、はい、やっております。ぜひ来た際にはお立ち寄りくださいませ。小田島さんがお待ちしております。小田島さんが案内してくれます。はい、はい、じゃあ最後ですか。最後です。僕ですね。はい、じゃあ小劇場、ちっちゃい劇場、どうしようか。撮る、これ車で撮る、車の中で撮る。着きました。小劇場、ということですね。ここ
ここはですね、大劇場とともにですね、わらび座の劇場として皆さんに親しまれております。はい、やっちゃった。あ、ちょっとお前、お前はいいのよ。え、今ね、大曲がり花火物語、これ見に来ようと思ったんだけどね。ほら、あれ多忙のため、多忙のためいなかった。いやいや、見に来ようと思って。ちょっと、すいません。何、これ。ドドン大曲がり花火物語っていう、あの花火師の熱い熱い、心のこもった花火を打ち上げるというかね。そういう舞台をね、見に来ようと思ったんだけどね、うん、でも稽古中でね。何、いつから欲しい。え、1月の30日から3月の27日まで、ここの冬の小劇場というところですね、こちらのドドン、大曲がり花火物語やってますので、見に来てください。ぜひ見に来ていただきたいと思います。ね、うわ、実はですね、前編から後編までちょっと長い時間ありましたけども、うん、どこかには彼が必ずいます。最初のオープニングから後ろの方に小さく映っていますんで、まあもう気づいてるところもあったけどと思いますけども、見逃したという方はですね、もう一回前編から見ていただいて、どこにゆうたくんがいるかチェックしていただきたいと思います。結構多忙だったんで。多忙でしたね、多忙でしたね。あの前編後編と秋田芸術村のあのご紹介に付き合っていただいて本当にありがとうございました。ぜひお待ちしておりますので、待ってますよ。はい、いつでも楽しみますよ。じゃあ飛びましょう。飛びましょうか。せーの、フォー。いやー、滝田でした。ありがとうございました。またね、ドドーよー。毎回恒例、わらび座公演情報。いやじゃあ早速行きたいと思います。よっしゃ。はい、じゃあ、はい、私たちの風の又三郎の公演は1月30日の埼玉県北本市。はい、1月31日千葉県富津市。はい、S 席は完売しております。はい、それから2月12日の大阪の豊中市。うん、そして2月18日の神奈川県川崎市。はい、1階席は完売しております。完売です。気をつけてください。はい、はい、続きまして2月24日、京都市。はい、はい、ですね。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、はい、そして、ミュージカルジュリア・オター、はい、こちらは2月3日と4日、東京都足立区。はいはい、2月11日、埼玉県蕨市。はい、はい、2月14日、はい、静岡県三島市。はい、2月18日、秋田県秋田市。はい、続々と、はい、ありますね。もうそろそろ終わりますからね。そうですよ。ぜひ。寂しくなってましたね。わらび座 TV もなかなかね、もう回数数えるところがね、あと何回か3回かね。おー、やったー。なんと、みんな持ってる。みんなないです。あー、いや、時間ですか。時間ですね。いや、ね、秋田芸術村の歩き方、前編後編といただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。ゆうたくんは見つかりましたか？どうですか？どうですか？ぜひもう一回見てみて。前編から見てみて。はい。次回の配信予定日は2月の12日です。12日。はい。企画内容はですね、はい、予告していましたね。そうですね。これはゆうたくんの特集を組みたいと思います。よろしく。なんだでもキャーっていう声もきっとね聞こえてる、ね、聞こえてるかな。画面の奥の方ではね、この辺もスカスカスカということで楽しみにしていただいて、はい、また次回の放送も、ぜひ楽しみに、ゆうたくん特集を楽しみにしていただきたいと思います。それではまた、また会いましょう。